どこ行きます？逆にどこ行く？いや、島村。どこ村？いや、だから島村。大きめの島村。島村でもどこ村とかある？ない。あの赤い看板の島村。オッケー、北村。カメラ。店が違う。オッケー、北村。ねねききゴーチャンネルでなんかいいネタないかな。エビ。いや、それ寿司。エビか卵でしょ。エビと卵でしょ。寿司なのに、うん、寿司じゃん。いや、そうなんだけど、めちゃくちゃ卵なんか手間入ってるじゃん。焼かなきゃいけないし。ああ、そうだよ、ね、割るところから始まるし。なんだったら俺、鶏から取るところから始まるから、うん、もうちょい時間かけていいんだったら育てるところから始める。どの段階で出荷するの？育てた鶏の卵を使って、うん、とりあえず上の卵を作るでしょ、うん、米も育てるところが初めて。やばいね、うん、やばくないでしょ。いや、それが昔は普通だったでしょ。まあそうなんだけどさ、うん、コストがさ、うん、コスト度外視。え、一貫いくらするの？ドガドガいし。え、一貫いくらぐらいするの？そんな手間暇かけ。それ寿司ローに対抗して98円。寿司ローに対抗して98円で売る。平日60円。平日60円。大赤字じゃん、もう。だから対抗しないでほしいんだけど。だからコストドガいしたもん。うん。鶏を育てて、米を育てて作った、うん、卵。原価イカ寿司だね。え、何？イカじゃねえって言ったら、卵だって言ったら。違う、イカのイカ。だからイカでしょ。ちげえよ、卵だって言ったら。ダメだこれ。何？ネタだよ、ネタ。どうネタだよ。ネタだよ、卵。ゴリゴリの卵じゃん。 YouTube だよ、 YouTube。 ゴリゴリの卵だよ。ゴリラの卵じゃねえよ。聞いてないし。ゴリゴリの卵っつってから。いや、お腹いっぱいだわ。ハラチェだよ、チェ。え？ハラチェ。ハラチェ？ハラチェ。ハラチェって何？ムカつくんだけど。お腹いっぱいってことなのね。お腹いっぱいのこと。お腹腹でしょ。ああ。腹ね、いっぱいがチェ。なんでチェなの？わかんない。いや、なんか青森の人は言うんだよ。てか東北かな？ハラチェって？そう。かわいいっしょ。何の雑学にもならしねえよ。だってそっちではもう結構メジャーなんでしょ、うん、ハラチェって、うん、いや多分ただ俺が知らなかっただけじゃん。そう。都会人は知らないかもしれない。あ、出た、都会人。都会人よりしょうがない。根っからのシティボーイだから。そうだよね、生まれも育ちも東京なんだもん。ちょ、ガソリン入れてくわ。うん。そろそろいい加減、あのパパの質問コーナー取んないと。めっちゃ質問もらってたんだよ。10万件くらい。もうおるね。100ぐらいかな。100でも結構ダブってるのが多いから、あれだけど100は来てたよ。そう、出身地とか、
まあ、自己紹介してほしいとかもろもろ。一番多かったのがやっぱあれだね、寝聞きの子育てについてみたいな。子育て、うん、あのどう子育てしたら寝聞きみたいになるかとか、なんか子育てのルールとか、どんな子育てをしてるかが、もうママたちから来てたね結構。やっぱそういうの気になるんだな、うん、それが一番多かったよ。あ、そう、本当に断然。けど正直子育てについて俺ら一回も話し合った時なくない？ないかも。真面目な感じでさ、うん、例えばあれ、この間あいつもなんかあれだね、動画で質問でなんか言ってたね、子育てについて。あ、パニパニね。そう、パニパニチャンネル。うん、どうぞ。うん、なんかあいつもやっぱね、なんかアホみたいに真面目なこと言ってる。結構真面目だったよね。真面目だよ、何こいつ真面目に言ってんの。いや私はさ、その若かりし頃を知らないからさ。真面目真面目に不真面目だろ。もうそのね、今のそのいい人っていうか真面目なイメージしかないんだけど、うん、ゲストハウスも経営してるしね。まあ、けどあれが言ってたのが真理なんじゃないの？うん、やっぱりまあ楽しくとかさ。あ、そうだね、楽しくって言ってた気がする。そう、まあそれは前提ではあるけど、うん、どうなんだろうな、質問コーナーとかでなるとな、うん、その細かいさ、ニュアンスがさ、うん、なんか伝わんのかなっていう、そういう子育て、うん、子育てだったらその子育てだけで一本取ってもいいぐらいかなっていう感じ。あ、もう喋りで？喋りでってなんかそんな偉そうな感じじゃないけどさ、うん、うん、だって何もないんだもん。一本取れるそれ。もう何もないけど一本取る。うん、むしろ何を取るかすごい気になるから。無から1を生み出す。うん、それカメラいるやつ？いらねえな。いらない。オフレコ、オフレコ。オフレコの意味が分かんないけど、オフレコ。何オフレコって分かんない。そんな感じ。どうなんだろう、正直その質問コーナーの、うん、あの何、子育て、ね、俺が思うところで、うん、なんかその子育てって子供を育ててるってそんな偉そうな、なんか、うん、なんだろうなことは思っちゃいないけど、うんうん、ただやっぱりそのね、ちょいちょいコメントでもさ、コメントつらうん、DM とかでもなんか甘やかしすぎじゃありませんかみたいな感じで来たりするのよ。あ、パパに？そう、まあ言わないけどさ別にさ、うんうん、甘やかしてはいないんだよねっていう。そうだね、まあ、そこを結局そのなんだろう、うん、プッシュしてさ見したりしてないからさ、うんうん、結局映ってる部分がその心理っていうか向こう見てる方からしたら、うん、こういう風に喋ったりだとか、こういう風に言ったりだとか、うん、なんか それがまあメインでね見られちゃってるんだろうけど、うん、見えないところで、うん、まああいつら2人、まあ、寝る聞き、うん、に関してはもう、まあ、聞きはねまだそういう意識としてはないだろうけど、まあ、ネネに関してはもうすごい努力家だからさ。そうだね、まあ、見えないところでその、うん、親がプレッシャー感じるぐらい、あ、すげえなって思うし、うん、だ何にしても、うん、絵にしても勉強にしても頑張って、その上手い下手とかじゃなくて、うんうんうん、リアルでそのやってるなっていうのは、まあ、もっと見せたいなと思うんだけど、そうすればその何だろう、甘やかしてるとかさ、うん、なんかただただうるさいとかさ、うん、やっぱそういうの結構あったりするのに、ああ、ね、それはちょっとあるかもね。多いのがね、やっぱコメントでもあるんだけど、DM でバシーンと直接言ってくるのは結構多いの。うん、
だ そこら辺はあの、あ、お前根性入ってんじゃん DM で直接言ってくんだからって、うん、うん、そうだね、うん、だけどそういう人たちってやっぱりさ DM で送ってくるぐらい、まあなんだろう、ただのなんだ、うん、誹謗中傷もあるけど、うん、うん、うん、けどそうやって送って、なんだろう、個別に送ってるぐらい、まあ、見てくれて、うん、ありがたいなってすごい思う。そう、すごい見てる証拠だね。そう、まあ、何でもね、ただのなんだろう、悪口もあるけど、うん、けどそういう人たちもやっぱ見てくれてはいるし、うん、うん、だからそれに対してイラつくかイラつかないかっつったら俺も人間だしさ、うん、イラつく部分はあるけどさ、だけどまあっていうね、うん、そういうニュアンスをその質問コーナーでやると、うん、あのなんだろうな、他の質問が消えちゃうんじゃねえかなっていう、うん、質問だけで取った方がまあ真面目な話のニュアンスとしては通じるのかなとは思うよね。なるほどね。そうで、まあ本題のその育児について何、どういう育児を、あ、そう、普段、まあ普段どういう子育てをしてるかが知りたいんだね、とか、もう、うん、本当当たり前のことしかやってないし、うん、これが合ってんのかどうかも分かんないし、まあそうだね、うん、だただ一番や言って絶対に、うん、怒ったりする時もあるけど、そういうのは、うん、自分がされて嫌なことをするなんだよね。うん、そうだね、うん、あとはまあ約束は絶対守る、うん、まあ、この2つ、約束は結構ねやっぱ強く言ってるもんねかなっていうのは思う、うん、それ以外でじゃあなんだあだっつったら、よくわかんないんすけどっていう、うん、うん、よくその、うん、なんかいいママさんだいいパパさんだって言われてるけど、うん、なんだろうな、普通なんじゃねえのかなと思うんだよな。確かに普通、うん、普通だよね、当たり前のこと、私たちの中では普通だよね、うん、なんつうか当たり前のことをただ当たり前にしてる、うん、だどっちが働いてるとかどっちが働いてないとかさ、うんうんうん、だどっちがその洗濯をしたとかさ、うん、どっちが皿洗いしたとかさ、うん、もうそういうレベルじゃないから、うちの場合は、うん、もっと男がビシッとすればいいんじゃねえのって思うんだよね。それはマジで思うよ、子育てに関して、うんうん、やってる人ももちろんいるし、うん、やってる人はもっと声大きくやってんだよって言った方がいいし絶対、うんうん、だそれをやってるんだよって言って大きくえばんのは絶対に良くないと思うけどね、うん、やって当たり前だから、うんうん、当たり前のことを偉そうにやってるっていうのはあんま好きじゃないかな。そうだもんね、うん、だからそのなんだろう、イクメンとかさあるじゃん、うんうん、よく言われてる、うんうん、よく聞くよね。俺からしたらイクメンって言葉何って感じ。ああ、嫌いって言うよね、いつも。イクメンっていう言葉が、やって当たり前でしょって。それはなんで、うん、じゃあ男だけがプッシュされんのっていうさ、うん、子育てにすごい関わってる男の人ってすごいあれだもんね、ポイント高いもんね。そう、なんかイクメンじゃあイクママって言葉あんのって感じなんだけど、あんの。いや、ないよね、もう。それだって常識みたいな感じだから。そう、それがおかしくない？ママ、ね、イクメンっていうさ、うん、その男にのみ、なんか褒められるようなさ、うん、言葉があるんだったらさ、うんうんうん、イクママだって、うん、あったっていいじゃん。うん、当たり前じゃねえんだからさ、当たり、そうね、そういう言葉は当たり前じゃないからさ。産むことはね、ママしかできないんだけどね。育てることはね、できるからね。そう。男だって。女だって本当そう思うよ。だこんな熱い話するんだったら撮っときゃよかったなと思うぐらい本当に回してきゃよかったなっていうぐらいマジで熱くなっちゃってるけど、なんかそういう話したらだんだんイライラしてくるからさストレスあ、やってない人のこととか、いやいや、あの、なんだろう、そういう言葉の生まれとかさ、うん、やって当たり前じゃんっていう、うん、
ああ、そのイクメンとかっていう言葉に。そうそうそう、車だって運転できる人がさ、うん、やって当たり前なわけじゃん、うん、それをどう、うん、俺運転できてるよすごいって、いや言うかよお前って、どうだい、パパ運転できてんだぞすごいだろって、それと同じだよって、なんなら自慢したところで何にもなんねえしさ、マジで。いや、そんな、あの一番ほんとね、あの、うん、うちの場合はさ、まあいろいろあるけど、うん、あの、まあ、キキが生まれた時もゴーが生まれた時もさ、うんうん、まあワンオペだったでしょ、迎えに行って、あ、パパがね、そうそうそう、うんうん、起きて、そうだね、登園さして、あ、まあその前に飯か、飯食わしてって、うん、もう全部ね、そう全部全て一か、もう1から10までだって、けどそれが当たり前だからさ、大変か大変じゃないかって言ったら大変なんだけど、うん、当たり前だから、うん、もうなんだろう、俺は大変なことやってんだよってもう思わないし、うん、だってこっちがやんなきゃネネもキキもその飯食えなかったしさ、うん、そうだね、そうで、もっと大変なのは病院で産んでたそっちなわけでしょ、うん、まあ、ゴーの時もキキの時もそうだけどさ、うん、生まれていて思いして、でいてってなってる中で今度そのミルクあのとかそういういろいろスタートで、うん、で慣れねえ病院で病室でとかってさ、うん、そういう考えになるのも俺当たり前だと思うし、本当にでもやっぱなかなかね、パパみたいにこう思ってくれたり考える人の方がいないんだろうね、だからネタになるのかなって思うけどね、まあどうなんだろう、そこそういうのをねプッシュしてなんか押し出す方もなんかあれなのかなと思うんだけど、やってる人がなんかさ、やってる人はいるからね、腐るほどいるしさ、シングルのパパだってね、そうそうそういるしね、そう、それが普通な人もいるからね、そういう人たちがじゃあ俺らやってんだよって言ってるからさ、言ってねえでさ、うん、もう当たり前にやってるじゃん、確かにシングルのパパ俺はやってるぞっていうのなんかイメージないでしょ、うん、それが当たり前だからなんだよ、確実に大変だけどね、そうだから当たり前のことは、うん、なんだろう、言わないんだよね、うん、そうそうそう、当たり前にやっちゃってるからさ、うん、だからそういうのをね当たり前にしてもらってる方がどう受け取るかだよね、うんうん、あ、やってもらってるんだ、だからネネなんかがすごいんだよ、すごいよね、やって、うん、別にこっちが何言うわけでもなく今日、うん、どこどこ連れてってくれてありがとうとかさ、あ、それはすごい言うね、最近特に、うん、より言うようになった気がする、そうだからね、まあ、そうなるとまあこっちのその、うん、やってることも間違いじゃないんだなって思うよね、うんうん、今日な何々ご飯屋さん連れてってくれてありがとうとかさ、うん、本当に立派だと思うよ、こっちが感心するぐらい立派だよ、だからね、だからそのなんか逆にそのなんつうの、うん、嫌なコメントとか来ると、うん、やっぱり俺の命以上に大事なものだからさ、うん、大事なものってのは大事だからさ、うん、やっぱりイラつかないかイラつくかっつったらやっぱ人間だしイラつくよね、まあね、うん、だってそれはそうでしょ、自分の命より大事な人にそういう心のないコメントとかさ、うん、言葉を吐き捨てられたらさ、ちょっと違うんじゃねえかなお前って思うけどね、うんうん、それを言ったところでね、人の考えはやっぱりそれぞれだから、そこなんだよね、こっちの意見をしてもね、そうだからよく言ったもんだなってのは、うん、よそはよそ、うちはうち、うん、ほんとその言葉につけるよね、ほんとだよね、何事もね、そう何事も子育ても、そうよそはよそ、うちはうちって昔のお母ちゃんが
よくなんか口癖のように言ってた言葉の代表格、うん、まさにだよね、うん、なんか他の家庭のことはそんな別にどうも思わないもんね、うん、そうだからね、あの良くも悪くもそう良くも悪くもあんま気にし、うちがそういうの気にしないっていうか、うん、まあ、無頓着なのかどうか分かんないけど、他の家がああやってる、うん、こうやってるっつうこと自体があまり気にならないからね、うんっていうのは、まあそういう質問してくれてる人がいるってことは、やっぱうちのその子育てってどうなんだろうって気にしてくれること、うん、それはやっぱあのすごい、ワクワクするよね、ありがたいよね、うん、そうだよね、あ気にしてくれてるんだけど、ごめん本当はこんなんなんだよ、中身ないんだよ気にしてくれてもっつって、申し訳ない気持ちの方が強くなるよ、だからなんだろう、その期待に応えられないかもね、そうそう、その質問コーナーをやったところっていうぐらい、うん、で一番いいのはこういうのを、うん、こういう、うんうん、なんだろう、そういう質問コーナーの時に、うん、こういう真面目なコーナーを一本作ってもいいかなとは思うけどね、うん、ああなるほどね、うん、こういうあの今喋ってたようなことを、だそうだってそうだ。そうだよね。あの確認確認。泥棒じゃないか。目の前で大泥棒がいるじゃないか。俺が言った言葉そのまんまパクってどうするんだよ。よくやっちゃうんだよね。ゴエモンじゃねえか。ただのゴエモンじゃねえか。俺が言ってんのそのまんま。そんなの。大広げに盗むかね人の言葉を。盗んだつもりはないんだけど、うん、だそれが一番癖はいいんだよよく言うやろ、捕まった泥棒も盗むつもりじゃなかった出来心だって知らんわそんなの失礼出来心で取られてたらそんなのね気持ちがいくさでも足りないよ、じゃあまあとりあえず子育ての質問はいいかな、質問コーナー、パパの質問コーナー、本当に多分こそ、うん、回ってる中で、うん、子育ての質問ってなっちゃったら多分もっと熱くなっちゃうかもしれないマジで、まあ、回ってる中で本当にてめえこの野郎ってなってるなんで誰に対してどんどんイクメンとかなんか、うん、普通に当たり前にやってる人をね、もっとプッシュした方がいいんだよ。そうだね。他の、うん、まあ、他の質問コーナーはね、やっぱりサクッと、うん、サクッとつくわ。まあでも質問すごいいっぱいもらってたからね、せっかく。取らなきゃだよね、せっかく質問くれてるから。申し訳ない。ゲップした？誰でもするでしょ。お腹もするし、ゲップもするでしょ。むしろしないやついるのかもしれない。おならもゲップも。昔のアイドルだよね。うん、NHK ですら、うん、おならプッシュしてるぐらい。そうだよね。お尻探偵。お尻探偵ね。あいつの場合もっと立ち悪いよ。口なんだもん。プハーって。プハーがおならの匂いって考えたらやばくないそれ。やばすぎるマジで本当に、うん、無敵だよ女子のブラウンですなんでブラウンにしたんだろうね色別にブラウンそれは作者が考えたんだから別にいいでしょいやちょっとさそこのディスリーそういうディスリーがあるからあれいろいろなディスリーが世の中に生まれるんで、うん、そうだよね、うん、俺も思うよなんでブラウンにしたのお前ってお尻探偵に聞けるとしたら、うん、お尻探偵に質問コーナーがあったとしたら俺が聞く、うん、なんでおケツ探偵にしなかったんですかっておケツじゃなくてなんでお尻にしたんですかってあブラウンの意味分かったわえ何お尻探偵とブラウンでしょ
うん、お尻から出るものは何色よって話だよ。いやだから私それを言ってた。あ、そうなの。俺の言葉パクるの。パクってない。いやだから色がさ、うん、あそこから出るもんだからさ。あ、だ絶対そうだわ。絶対だからブラウン、もっと可愛くすればだね。ブラウニーブラウンピックショコラとか。いやそれつまんないでしょ。それはつまんないでしょ、明らかに。